おや、こないなとこでひょっとしてわてのステツやったら残念。そう、いえ、今日は正馬、正馬からなんで僕が龍騎さんなんかとか。でも楽しい、龍騎さんがいなければ。龍騎、今日の正馬くんはしょっぱな、これは心の低層体がガバ突っ込めばいろいろと話してくれるかも。その例え、なんとか。前にも言ったでしょ、特に仲も良くないし、学校には港の方にある家から通ってるみたいだけど、住民票が僕らの学区のところで登録されてるから、それで彼女も同じ小学校に。めっちゃ詳しいじゃん。違うよ、そういうんじゃなくて、全然興味なんかないし、あんなブス。もういかにも男子しょ。この間見せてもらったロボット、あれだけの腕前なんだから、いろんな企業からスカウト。別に僕はただのロボットマニアだし。いや、だけどあのロボットには素人の目から、特に一輪ってとこに。まあね、一輪走行は僕のこだ、本当に苦労したんだ。一輪の構造に自立安定性を備えるのは。大手の電機メーカーだって自社の技術力をアピールするために一輪ロボを作るくらいだし。あと僕のロボの自慢は耐荷重が大きいこと。あの見た目で20キロくらいの荷物も余裕で運べるんだ。もっともっと改良して40キロ近くまで。なるほどなる。どうせ興味なんかない。前回と同じようにはいかないか。おだてても無駄ってわけね。嘘って？バッツ490の暗号が示していた。違うかな、嘘をついた理由、実際の地点がどこだったのかもね。本当は解いてないんだ、暗号なんて。ちょっとみんなから褒められたくてさ、それで嘘を。これでいい、もう僕には話し。正馬は動揺してるわ。彼の言ってることは、おそらく低層体はガバガバじゃなかったみたいね。せめて心のをつけてもらえないかな。仕方がない、鍵を外すために他の話題を振ってみるか。父さんのことは話した、前にも言ったでしょ、考えて。しつこいな、父さんの話はしたくないんだよ。龍騎、飛び降りてみて。嫌だよ。話したくないって大嫌いなんだよ、あんね。これ嫌いで嫌いで大嫌いだから。口でもさっきも一緒だった。最初僕は一人でここに、そこに父さんが来て、そろそろ仲直り。仲直り、今喧嘩中なんだ父さんと。昨日も家出して帰らなかったし。家出？友達からバカにされた。それが米地さんとの。あるよ、父さんがダメで情け。もっとしっかりしてよ、テレビでかっこいいとこ見せてよ。そんな風に父さんにお願いしたら。わてはお客さんに笑顔をと、そのためならいじられようと何されようと、それが芸人っちゅうもんや。なんて言い返してきたから、僕思わず、だから母さんは愛想をつかして出て行ったんだろって。そしたら父さん顔を真っ赤にして、ほんなら我も出てったらええわ。だからだよ、それで家を飛び出して。好きになれると思う？あんな古臭い芸風の汚れ芸人、めったにテレビに出ることもないし、たまに出たと思ったら熱々のおでんとかを無理やり口の中に突っ込まれたりしてるし、それがオンエアされた翌日はいつも決まって、もう嫌なんだよ、うんざ。だ
から嫌いだって言ってるだろ。大酒飲みなところも嫌いだし、酔うとバカみたいに気が大きくなったりするのもダサいと。それでできもしない壮大な夢を語ったりして、シラフになったらなったで酔ってる時の醜態を思い出して布団の中で、めっちゃ寒いよね。無別の感情しか湧かないよ。いつも鼻毛が出てるところも、おしぼりで顔を拭くところも、風呂場でオンチな歌を歌うところも、何から何までキモくて最低でカッコ悪くて。嫌いなくせにやたらと観察してるな。好きと嫌いは紙一重って言うしね。ダメだ、何を話してもしょうま。正攻法ではダメかもね。となると父親の方から攻めてみる。いやー、ワテも観覧車に誘う。ほんま、とりあえず差し当たっての目的は、まだ言うか。その方法を聞き出すときにそばに翔馬くんがいる。だから小道をここに誘う。そうだけど、そういえばこの観覧車、おと結城班もよっ、どちらも同じね。話っちゅうのは何、事件に関することやったらもうは、ショーマが、ええ、そうですか。その暗号っちゅうやつのことについては、とにかくショーマは親の言うことや世界信じてもらえへん。ショーマがそうするからには、さあ今はわて自身ご存知かと思いますが、昨日それはショーマが小さい頃、昨日の喧嘩で翔馬がやぶ、めっちゃ大事にしとったんですけどね、わてには仲直りする気はあるんですが。難しいでしょうね、あんなちょ。悪いのは全部自分なんです。そもそも今回の喧嘩もわてが売れてへん。前にも話した通り、昔はクイズ、ところが調子に乗って芸人になった途端一転してうだつの上がらん生活に、神さんは愛想をつかして出てってもうて。せやのに今はこの服しかないさ。ほんまは私服も一着は、その服を落と、せやけどこの包帯、これさえあれば何ら問題。ネクタイでしやろ。確か翔馬くんが買った。そうです、たとえ服が一着しかなかった。このネクタイをそん時の気分でつけたり外し、あっという間に他の服に着替えたよ。見えないわ。うん、おっと、なくしたら一大事やから。このネクタイ、わてがステージでもつけると翔馬に応援されとるような気、わてにとってとんでもあらへん。と同時に売れない芸人翔馬には苦労をかけっぱなしで、龍騎班、なんでしょう。いや、やっぱやめと。何かしら、何か重要なことを言おう。ねえ龍騎、リンクシンクしてみたら。そうだね。ちょっ、おいゴルフ、いるのは分かってんだ。天才の期限はとっくに過ぎてんだ。ああ、また闇金。昨日は別のやつらが来よったし、おとついあちこちから借りとるさかい。もう誰が誰やか分からへんけど、とにかくわては警察にも相談でき。なるほど、闇金にまで手を出すなんてよっぽど困って。でもどうして警察に相談で。もしかしてあいつ、どうやら暴力団とつ、なんでもやばいブツのと。
コメジさん、ひょっとしてシャッ…やっぱりね。そのことでさっき僕警察に言えないのはなぜなんです。ヤバいブツの取引に関わってるから。な、何言う。そんなもんにわて…あれ？ったく、どこ行ってもうたんや。まだ仲直り。すんまへん、龍騎派。わてはこれから昌磨を察知やから。ほな、失礼します。コメジとショウ、二人とも隠し事をして追いかけてとっ捕まえても、同じやりとりの繰り返し。仕方がない。今は…ええ。久しぶり。悪いけどママ、今日事件について何か知ってることがあるんじゃ。それってもしかして、うん、マメちゃんとゲンさんが来て。でも様子が変ね。二人とも黙ってそっぽを向いて。巻きパラダンス？試験会場にパジャマで乗り込み、みんなでパラパラ踊る映画のことよ。特製靴下、二度付け禁止。裸の男性同士が土の上で。何それ見たい。ただの相撲の動画だよ。それ水晶玉？え、私のた玉。玉？ああって言ってもあっちの玉玉じゃないわよ。わかってる。副業でね、占いも始めたの。実は私聞けるようになっちゃった。異次元の人の声。え、異次元？え、ある日突然ね。だから占いっていうよりも氷。どっちにしろ嘘。どうせママがそれっぽいふりをするだけなんで。いいえ、大マジよ。何せ恒例中のことは。あ、だったら試しに H 実際に見れば信じられる。いや、いいよ。遠慮しないでいいのよ。ねえ、前から思ってたんだけど。やだ、どこにでもいる普通のビール。そうね。ごめんなさいね、お役に。いや、いいんだよ。やっぱり刑事は。じゃあ、たまたまたんに聞いてみるわ。その呼び方やめてほしいんだ。たまたまたん、たまたまたん。それは。もちろんママさん。あらやだ、お世辞が。って聞いてること全然。答えも完全に。今のはただの冗談よ。だろうね。おほん、たまたまたん、たまたまたん。あ、犠牲者が次々と引き裂かれる HB 事件、その犯人を見つか。顔、誰にも見せない素顔に答えは隠されている。ん？私今何か言った？
さっきも言ったけど、降霊中のことは何も覚えてなくって。そうね、真っ先に思い当たるのはマスクに隠された源さんの素顔だけど、デリケートすぎて軽々しく確かめられるものじゃね。そうよ、本当に事件に関係するのかも。まあ、いつあと他に思い当たることといえば、あ、古江陣。え、それ古江にも当てはまる。でも古江の顔は、隠されてるわけ。確かに古江の顔写真はいろんなところに。だけど彼本人が直接思って、一回もシャイなわ。だったら顔写真だって出さないでしょ。極度のナルシストで、写真は全て自分から提供。ところでママ、あの二人いつ。それがね、実はちょっとした意見の対立があって。意見の対立？そうじゃないでしょママ。要はなんだって。それは君のことだろう。あんなことを言い出すなんて。はあ？私からしたらアメリカ縦断ハイパークイズで成田にすら行けないんじゃない。つまり二人の間。そうそう。で、提案でバロー、こうなったら第三者に白黒はっきりことになって。ママから意見を聞くために。たま、そういうわけです。だけどね、私が口を挟んだことでよ。そうだ、この際だから結城さん。そうだね、そうすればどっちでは問題です。え、ニューヨークの自由の女神がある島の名前は。その通りな。龍騎さんまで何を言い出す。そんなバカなこと。自由の女神は確かにリバティ島に。いえ、女神の所在地はエリス島で間違いないはずよ。っていうか、リバティ島なんて島この世に存在。そんなこと、絶対に何かが間違っている。ねえ、たま、エリス島に決まってるじゃない。ほら、ネットで検索してみたわ。これで一目瞭然でしょ。自由の女神があるのはエリ。リバティ島とかいう島はこの通りどこにもないし。ケンさんには悪いけど、マメちゃんたちの言ってる。ありえない。ほらね。まあそんなわけで、自由の女神がどこにあるかで今まで揉めに揉めまくってた。でもようやく結論が出たみたいに。わかった、ここまで言われたら間違い。悪かったよ、アマメ。私の勘違いだった。ううん、分かってくれたならそれでいいよ。こういう勘違いって。さてと、私はそろそろ出勤時間だから。私はもう少しここにいるよ。分かった、じゃあ3人ともまたね。ところで源さん、今日は臨時休業にしました。納得のいく食材が手に入らなかったもので。そんなことだよ。とても重要なことですよ。中途半端な料理を提供するのは。お客の後は港の倉庫街にでも行こうかと思ってます。海でも眺めながら新作料理のコース。甘めとは、そういった些細なことで喧嘩することもあります。もう家族みたいな間柄ですね。だから何かあった時には、何があっても彼女のことは。私は一体。そんなことは全く心配してませんよ。松下食堂の太田は料理の真髄をまるでは。ええ、ゆったりと海が眺められてとても癒されるんです。どういうわけか、伊達さんもよく来ら。前にも言いましたが、伊達さんとは。伊達さん、この店に飲みに来る前、私は伊達さんの。私のこの姿を初めて見た時、全く怖が。伊達さんと甘めと、あとはライアンとも知り合いなんだ。ええ、
彼もブラフ以前伊達さんが来ている時にライアンもフラ二人とも意気投合してかなり盛り上がって店を閉めた後は私も加わって三人三人でどんな話をするのか見当もつかないや。どうせエロ本の話とかで。中学生かよ。エロ本の話とかです。伊達さんと天目とライアンは別として私のこの姿はほとんどの人を異様な気持ちにさせてしまいます。ですがこのマスクをかぶっていないとますます怖がらせ。確か顔が先天的なもので。はい、見てみたいですか。え、私の。いや無理はしなくていいよ。もちろん避けてるわけじゃないんだけど。か、隠され誰にも見せない素顔に答えは隠されている。これは。とにかくずっとここにいて。そうね。それじゃあ源さん、ママ。わかりました。たまには仕事抜きでも来てよね。それはちょうどよかった。で、なんでここに。僕はたまたまだよ。俺だってたまたまのたまたまだ。まあ、ところで事件のことで伝えたいことって。はい。なんだあいつ。見るからに怪しげな。この事務所のタレントさ。さあ顔やばそうなやつだ。だがアセト、いやイリスちゃんは。僕だって。なんかもう鼻炎超えてパオンだわ。あの僕は。あれ警察の人。伊達さんは僕のせ。おお、やっぱり。なんでこんな子が受付。社長の趣味でしょう。え、瑞希ちゃんの。たまたまだって。なぜかたまたま俺の PC に汗だ。イリスちゃんの収録スケジュールが入って。これは対抗する組からのハッキングに違いないと睨んで念のため偵察に。苦しすぎる。ただの出待ちでしょうね。いつもありがとう。ふっかふか。ミトンコットンアセトンちゃん。おいしそう。マトンクルトンアセトンちゃん。クラゲくん。プランクトンとアセトンちゃん。ネット界の気圧栄養剤アセトンコットンです。
からたまたま汗収録が終わった後喉が渇くだろうな。要するにいつもありがとうポッカポカ布団水トン汗トンちゃんうやまおおとんぷらトン汗トンちゃん破壊力500メガトン汗トンネット界の揮発栄養媒汗トンことおととい話しましたよね。バッツ490を見とろうと例の QR コードの動画でも同じことが起き始めたみたい。なんだって。今朝ネットで知った。あの動画を見て行方が失踪した人たちはどこか一箇所に集められてそこで。おい待て、その話は本当か。なんだてめえは。それ以上近づくんじゃねえぞ。そうだ、アセトンじゃ邪魔したな。なんだったんだ。あのそれで、あ、はい、実際に誰か知ってる人が知っ、あ、いえ、ただネットで噂を聞いた。たま、ここ最近の今週の失踪者は別段増えてるわけではない。やっぱり HB 事件にはオカルト的な何かが。半分だけになった死体が別の世界、動画を見た人が行方不明になったり、この事件には超常現象的な何。アセトンちゃんの意見、 HB 事件にオカルト的な何かでしょ。でしょ、うんうん。だってこの事件にはナイクスが絡んでるわけだ。それどこで。ネットじゃもっぱらな。そのナイクスが提唱してるのは、ああ、このことは数ヶ月前は分からなかったんだけど、とにかくその仮説を踏まえて考えれば、この世はただのシミュレーション、そしてプログラムには必ずバグというものが潜んでいる。偶然の一致はそのほころびが生じたことの証。電力の無駄遣いだ。アセトンちゃん。え、なんで。シミュレーション仮説はその証拠だってあるし。証拠？これを見てよ。似てない。例えばゲームに出てくる名もないモブキャラとかさ、あれは制作コストを下げるために同じデータを使いま、いや、こんなの偶然の一致で。シンクロニシティ的な。だけどさ、他にも証拠写真は。一言で言えば意味のある偶然の一致ってことなんだけど、例えばさ、誰かの噂をしてたらその人が実際にやってきたり、何人もの別の人から同じ言葉を何度も何度も聞かされたり、こういったシンクロニシティ、そこには何らかのメッセージが隠されてるって言われて。メッセージって誰か。それは、うん、俺を見ても偶然って言える。こういった科学では説明しきれない現象もシミュレーション世界のバグだと思えば。そんな。冷静になりなさい龍騎、こんなの捏造したフェイクが。ホータンの話を聞いて思った。あらゆるオカルト現象はシミュレーション仮説で説明。 UFO もユーマもこの世界がシミュレーションなら。そうそう、バグなのか意味。どちらにせよ辻褄が合っちゃうよ。オカルトだとか超常、一つだけはっきり言えることがあるから、この事件の捜査からは。ナイクスって団体のことは。だがこの事件にはマジで深入りすると本当にこれはな、
闇社会警察がこれ以上捜査を続けたら、いや世界中の腐った富豪連中も絡んでるみたい。奴らを本気で怒らせたら。富豪？それってもしかして瀬島さんも。瀬島？瀬島ってあの元国会。はい、瀬島総さんのことで。あ、だけど気にしないでください。最近何度か会ったので。待って、瀬島。うん、どうして。お家にお呼ばれしたから。呼ばれた理由は。私のネット動画を偶然見かけて興味を持ったから。大丈夫だった？何かされたりとかしたわけじゃ。全然。ちょっとお話。イリスちゃん、自分の父親が瀬島ってことを知らないんだよね。お母さん、真中さんの殺害に瀬島が関与してたことも。ええ、周りの人たちがその件に関する情報には触れさせ。幸いイリスはニュースとかもあんまり見ない子だし、マスコミにも真中の子供がイリスであるってことまでは嗅ぎつけられてないみ。さてと、いろいろと話を聞けた割に。あ、うん、ただ一応今聞いたこと頭に入れておこうかな。結局事件に直接。気になることはいくつもあるけど、中でも一番引っかかるの。目的はホラケンの中にある隠し部屋だけど、結果的には。ホラケンの隠し部屋？調べないわけにはいかない。そんな部屋があるって聞かされたら。まあ確か。というわけで。分かったわ。もういないね。もう業務時間外だからね。明かりがついてるけど。消し忘れじゃない？入り口の鍵も開いてたけど。指名忘れだと思うわ。守衛もいなかったけど。有給休暇中。ああ、もう。ええ、そうね。確かによ。まるでどうぞ中に入ってくださいとでも言う。罠かな。誰が、何のために私たちがここに来ることは誰。じゃあ、僕ら以外の誰かを迎え入れる。誰だ？ユキ、生体反応があるわ。人数は一人。どこかにか。見つけたわね。おい、そこにいるのは分かってる。おとなしく姿を見せろ。コメージさん、なんで。さあ自分でもようわからへん。気がついたらここに。酒のせいで脳みそをやられて。文字通り後ろぐらい事情があるのは明白だね。あとはどうやってそれ。何か隠し持ってる可能性もあるわ。あれはなんで。小梅さんが。小梅さん、何のこと。ごまかしても無駄です。そこにあるのは拳銃。小梅さん、
どういうことなのか探らないと。だけどこんな興奮状態じゃ話も聞けなさそうだし、リンクシンクもできないわ。だったら残された方法は一つ。リュウキ、シンクして。なるほど。事情は、なぜかコメジさんはホラケンにいて、その理由をこれから探りに。そうです。よし、準備完了だ。早速だけど始めるとしようか。リュウキ君、忘れてないと思うけど6分が限界。 OK。彼女はいよいよ出産するってことになり、科学者、ところがどういうわけか実験を失敗したのか。彼は痛みの配分をやがて 100% に達したところで、かつその直後、何、隣にいた助手の男がくたまったのさ。たまたま、たまたま、たまりーずけー。143玉バトル。なんでよ。普通に面白くなかったから。タマ、 AD とかの方が向いて。 AD は将来のディレクター。アンデスコメジの。うるさいわね。今度は誰よ。あれは、今日はワテの思い出の場所、お散歩なんです。いや、もうこういう屋上の遊園地っちゅうの。コメジさんの散歩番組、こんな仕事してたんだ。してないわよ。これ、ああ、そっちの夢じゃなくて、いつかこうい。そっか。切ないわね。ところでタマ、その手に持ってる。ん？何？ああ、ほな。コメジさんが孫ついてる。そうか。そのスケッチブックはカン。タマもちょうど AD にジョブチェンジしたわけだし、そのカンペでし。こういう時はとりあえず、それでコメジさんの心を揺さぶってみよう。私 AD になったつもりはないんだけど。ボケろて。どういう。これは何なんだ。リュウキ、まずはあれをやらないと。そうだった。サムニーのスキャン。ほならまずはね、あそこはコメジさんを語る上で外せませんから。とりあえずコメジさんを追いかけてみよう。わかったわ。
応入場ゲートってことになってるみたいね。簡素な作りで安っぽいし。中に人が入ってたりとか何か特になさそうよ。そっか。爆笑ギャガー。あーいや、どうもどうも。ほな、久しぶりにね。タマ AD、またさっきみたいにか。分かったわよ。四角い頭を丸くする爆笑ギャグが得意な今ノリに待てやないかい。あーいや、のオーナー久しカンペで指示を出してみます。オーナー誰にしようか。あ、いやな。なんでなんで。寒いギャグやらされ寒ないやろ。その通り。まずはコメジに爆笑ギャグをやらせてみるのがいいか。タマが聞きたいだけじゃないの。あーいや、オーナーカンペです。ここはやっぱり皆さん元気の神様。おい奥さん、そんなとこ立ってたら疲れるやろ。休めるついでにワテの金メダル級の、あ、はあ、月1回。実際僕らが見に行った時も客面白いはずなのに。その話は置いといて、客何かきっかけさえあればフラッシュ。そうか。さあワテの原点を見てもろうたところで、次はコメジさんが移動するよ。追って。いや、5分も働いてもうたからね、休憩しよう思うて。コメジさんもいい年だし。これはボケなのよ。はいはい、油性ペンなんか握りしめて。カンペを出してみよう。どうも、自分ひらめを開きにして。何嘘さに挑戦しとんねん。サインとかいらんの。しかしどえらい仕事やったな。番組的には素人さんとの番組の進行じゃなくて、証拠か情報を引き出してほしいんだけど。じゃあどうすればいいって言うん。うるさいわね。コメジすごくしたそうだったわよ。サインか。はいはい。ゆうき。サインしてほしそうな顔。ほんでどこにサイン。この連帯を。いいね。困っただな。わてにも家族がおるさ。トンズラだけは堪忍って。保証人になって。バカね、逃げられるに決まってるのに。ただこれでコメジさんの記憶がフラッシュバックする条件。カンペの指示内容だ。ほなそろそろ次移動ね。
行きましょう。リュウキ君、残り5分よ。こちらね、風船ってなかなか。確かに確かに。じゃないわよ、カンペ出すんでしょ。一つ買うてみま、え、わてが自腹で払うんかいな。これくらいこれくらいええがな。まあええわ。ああ、普通家に持って帰って翌朝目覚めるとそのままどうしようか迷った挙句にって、何の話やねん。まあ買うんじゃなくて、テレビ的にもうちょっと思う。テレビ的に。こちらね、風船。ここは、すみません、風船で空。って当たり前やがな。なんちゅうカンペ出したん。そうよそうよ、このポンコツティーレ。くそ、空なんか飛べるわけないでしょ。いいでしょ、ソムニウムなんだし。いつも常識にとらわれるなって。こちらね、なんと風船。ここは、というわけでね、今日はなんと風船を作らせてもらえるということ。ほな、やらせてもら。なんやねん、利息ってブラックリストってなんやねん。もう借りられ、他に借りられるとか貸してくれますの、ほんまに。借金はどんどん膨らみ、まともな金融機関ではお金を借りられない。そしてついに闇金。あれ、あそこに誰かいてますけど、誰やろ。タマ、あそこに立ってるって。このソムニウム世界に入って最初見たの。その時はよく聞き取れなかったけど。そうね、もしもし、どうされました。どうも、チャウチャウファイナンスです。コメジさん、お支払いちょっと遅れてる。ああ、それやったら。本当かな、その言葉は。もうな、もうこうなったらあんたの家族に何とかして。それはコメジさん、借りたもん返せないなら、まあとにかく何とかしてよ。ショウマ、どうしたら。わては、今だ。ここがカンペチャンスだ。金なんかなんぼでも用意できるけど、ショウマはこの世に一人しかおらん。どうしてくれ。コメジさんを追いかけ。
翔馬くんは見当たらないな。さあ次はミミミ。梅地、また番組のし。これ大人が乗っても。テレッテ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 、理解の車窓から。今日は別。ショーマ、待ってくれ、ショーマ。タマ、追いかけて。これちゃんと追いつけるの？3分切ったわよ、龍騎くん。集中して。これね、出だし数分で漕ぐのがなんでこないなもん乗ってもうたんやろって。見て、番組なんかどうでもいいから。ショーマ、貸してくれますの？ほんまに？これでショーマの学校に。トンズラだけは堪忍。明日ショーマの誕生日やのに。月1回の営業でこんな金が必要なんも、下人としてのわてはどんな目に遭うてもかまへんねん。ショーマ、待っとれ。ショーマ、観覧車か。確か私コメジと二人きりで。そんなこと言ってる場合じゃな。そうだけど。あと2分しかないわ、龍騎くん、急ぎなさい。こちら、わての大好きな観覧車や。ショーマくんが乗り込むぞ、間に合うように。もう時間もないし。ショーマ、父さん、何？ショーマ、もう大丈夫や。ワテがお前を守ったれ。守る？何の話？せやからワテがついとるさかい、もう大丈夫やて。何言ってるんだよ。いいよ、観覧車くらい一人で乗れるし、大丈夫だから。ちゃう、そういうことやないや、ショーマ。ショーマ、どこや、どこへ行ってもうたんや。なんやねんこれ。あれはホラケンの封筒じゃないか。ショーマ、どこ行ったんや。ショーマ、リュウキ、もう時間が。わかった、出よう。
コメジさん。どういうわけか通常よりも覚醒に時間がかかってる。投与した薬の量は適切。ソムニウムの内容が影響してるのかな。それよりも、なんやねんこれ。ショーマー、どこ行ったんや。ホラケンの封筒が出てきたよね。コメジは実際にショーマ君とホラケンに何か関係が。ホラケンだよ。ホラドリ遺伝子研究所。バッツ490の暗号が示している位置はホラ。あの時の嘘とも考えてもラチが開かないし。問題はショーマ君が答えて。コメジにも協力してもらったら。コメジさんに。でもコメジさんとショーマ君はむしろ逆効果なんじゃ。それでもコメジが肉親であること。そうね、私たちよりもショーマの心に近づける。だったら分かっ。コメジさん、あと1時間もすれば目覚めると思うよ。じゃあコメジが目覚め次第ショーマのところへ向かいましょう。ショーマ、あれ、わてが家を出る前は確か。これは そんな手洗いや。え、手洗いがショーマを。コメジさん、とにかくショーマをさらったのはティアラーです。リュウキ、ひとまずショーマを。それで見つけたわ。スマホの彼は今江東区有明4丁目。コメジさん。ショーマ。コメジさん、ショーマ君の居所が湧く。僕が助けに行きますから。でも行きます。いえ、危険ですから。ここは警察に。そんな関係あらへん。こんなところでじっとしとるわけにはいかへん。止めても無駄ですし、バンパーにかじりついてでもついていきますさかい。わかりました、行きましょう。あそこにショーマがおる。ええ、あのバンの中にはいないようです。なんでわかるんですか。わかるから。わ、それにしてもどういうことだろう。連中が着てる防護服はホラケンのものね。テアラーはホラケンと関係してるってこと。おそらく。誰だ、通れ。ショーマを返せ。
話し合いに応じる気はなさそうだね。龍騎。殲滅して。了解。後ろよ。タマ、アシスト。了解。ところでお嬢ちゃん、大丈夫なのか？ああ、全然全然。硬いポテチが歯茎。説明は省略するけど、水木の体は超人的なのよね。格闘のスキルも龍騎よりもはるかに上だったりするし。ああ、そういえば伊達さんから聞。ありがとう。別にいいって。いつも宿題見せてもらってるし。なんや、お嬢ちゃん。まあ、それより水木ちゃん。ああ、それはね、手離してる時間はないかも。はっ、よっ。今指令を受け取った場合によっては全員始末していいそうだ。人質も含めてな。コメチさん、ショウマ君と一緒に、それからミズキちゃんも。はぁ、私もか。でもミズキちゃんは小学生。春から中学生だよ。ほぼ同じじゃないか。いいから龍騎は突っ込んでて、私一人で片付け。そんなわけ。だったらせめて足手まといにはならない。さあ、ありがとう、パワー。
龍騎何があってもこいつには指一本触れさせへんで。小梅さん、父さん、翔馬、僕なんかのことより父さんは、ああ、熱湯風呂で体鍛えとるさかい。で、あなたはと、ちょっとな。ちょっとって、それより見ろ。まだ終わりってわけではなさそうだぞ。あ、一体何いるって。おい、そこのボサボサヘアと水色髪。お前らはおっさんと少年を連れてリムジンへ向かい、連中は私が引き止める。だったら私も戦うよ。ガキに用はない。家に帰ってミルキームーンのアニメでも見ているといい。私はガキじゃない。なら好きにしろ。ただし自分の身は自分で守ること。では始めると。走れ翔馬くん。中学の卒業文集をネットに晒されたぐらいのダメージさ。そりゃ瀕死の重傷点がな。それにしてもマイと水木と仮面の女は遠くの方で交戦中。こっちにまで手が回りそうもないわ。だったら僕が。無理よ。その体負ければ翔馬と小梅の身も危険にさらすことに。じゃあどうすれば。今から3つ数える。その間さもなくば。では3、2、1。さん、待たせたな。訳は後で説明する。それよりも、ああ待て、謝るな。こっちにも準備ってもんがあるんだよ。あ？え？
ほうほう、うんうん、なるほどなるほど。エロホーンパワー、いくぜ。ざっとこんなもんだ。午前0時を回ったさかい、2月14日になった。まあおっさんにとってはハッピーかも。そこの少年が戻ってきたわけだし。だけど龍騎さんは怪我のことなら心配いらないよ。伊達さんに応急処置をしてもらったから。だが早めに病院に行った方がいい。血は止まってるけど神経が。このままほっとくと後遺症が残ることに。分かってる。でもその前にどうしても